マシンウイルスマシンとは、マシンウイルスによる急性熱性発疹性感染症。中国由来の故障で発疹が朝飲みのように見える。罹患すると医療が整った先進国であっても死亡することもある。日本ではマシンとして感染症法に基づく5類感染症に指定して届け出の対象としており、芯が常用漢字でないため、ひらがなを用いている。 江戸時代以降の日本語では、ハシカと呼ばれる。古くから、ハシカのようなものの慣用句があり、一度罹患すると二度は、かからないため通過儀礼のようなものという意味で二度なし病とも、呼ばれたが、マシンワクチンが普及した2000年代以降は言われなく、なった。マシンは、マシンウイルスによるものであり、その感染力は、極めて強く、同じ空間に患者といるだけで感染してしまい。 マスクや手洗いでもウイルス侵入は防げない。感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染と多彩である。マシンに関して、マシンワクチンを含んだ予防接種は効果がある唯一の予防法であり、世界では予防接種の実施により、マシンによる死亡を2000から2013年の間に75%減少させた。 世界のおよそ85%の児童は予防接種を受けている。患者に接触してから3日以内であれば、マシンワクチンの接種により発病を予防できる可能性があり、患者に接触してから6日以内であれば、ガンマグロブリンの注射により発病を予防できる可能性がある。一度罹患するカワクチンによって抗体化があるうちに感染すると、症状は出ず抗体化が再び上昇する。 ブースター効果がかかる。一方で、現代では、抗体化が減少し続けて、マシンに再感染することがある。ワクチンによる獲得免疫の有効期間は、約10年とされるが、ブースター効果による追加免疫が得られないこともある。発病してからの治療法はなく、対症療法が行われる。先進国における栄養状態の改善、対症療法の発達によって、 死亡率は0.1から0.2%である。世界の患者数は年間20万人ほどであり、主にアジア・アフリカの途上国である。世界保健機関は2018年の感染者が少なくとも22万9000人おり、未報告分を含めると200万人以上と推計している。持続的な流行が一定期間内排除状態と風に認定された国でも、 再流行により認定が取り消されることもある。流行株の変異によって、マシンワクチンで獲得した抗体での抑制効果が低くなることが懸念されている。定期的に流行しており、江戸時代でも13回の大流行があり、ワクチン時代の2007から2008年に日本で1万人の罹患者を超える大流行が起きた。マシン患者の発信流行には季節性があり、 初春から初夏にかけて患者発生が多い。日本での患者数は推計で年間20万人程度とされ、患者報告数を年齢別に比較すると2歳以下が約半数を占め1歳代が最も多い。次に6から11ヶ月2歳の順となる。小児以外の患者数は地域によるばらつきがあり、ワクチンによる抗体化の低下した10歳代から20歳。 大前半が最も多く、ついで20歳代後半の順である。マシンには症状の出現する順序や症状の続く期間に個人差が少ないという特徴がある。ただし、免疫のある患者では、非典型的で軽症な経過をとることがある。ワクチン接種歴により軽く済むと言われる。母体からの免疫移行があり、生後9ヶ月頃までは、 呂高免疫により発症が抑えられる。なお、抗体化が低下している女性が妊娠し、体重が十分な抗体を持たず生まれ、生後5ヶ月以内で免疫が切れてしまうケースが報告されている。カタルキの典型的な症状であるコプリック藩を生じている甲の内側陰頭周辺のコプリック藩かつての日本ではカタルキや発信機に現れる。 特有の臨床症状のみで診断することが多く行われていたが、後日の2012年のマシン排除計画開始以降は実験室内診断を重要視し、アイム抗体検査あるいは PCR 検査が推奨されている。しかし、アイム抗体検査では伝染性抗半の罹患に伴う血清中のマシンウイルスアイム抗体の陽点化が報告されていることから、 可能な限り遺伝子検査を行う、要厚生労働省は通知を行った。マシンウイルスは AH-8 クレード24の遺伝子型に分類され、遺伝子型によって、マシン患者の疫学リンクが明確になり、感染地域の推定にも役立つ。マシンウイルスへの暴露から発症まで7から14日間程度かかる。語る期は3から4日間続き、他者への感染力は、 語るキに最も強い。摂氏38度前後の風邪症候群様の症状や、血膜炎症状が2から4日続き、一旦下熱する。語るキの後半、発疹出現の1から2日前に、高校粘膜の奥歯付近に直径1ミリメートル程度の少し膨らんだ白色症斑点を生じる。熱症状として、多量のがん死、流類、眼痛が現れる。マシンでは、 角膜海洋や角膜潜航が起こり、失明することもある。語る気の後に一旦下熱するが、半日ほどで再び39摂取40度の高熱が出現し、発疹が出現する。発疹は体幹や顔面から目立ち始め、後に四肢の抹消にまで及ぶ。発疹は潜航食でやや隆起している。特に体幹では融合して、 体全体を覆うようになるが、一部には健常皮膚を残す。発熱、発疹のほか、咳、微重も一層強くなり、下痢を伴うことも多い。高校粘膜が荒れて痛みを伴う。これらの症状と高熱に伴う全身倦怠感のため、経口摂取は不良となり、特に乳幼児では脱水になりやすい。発疹期は発疹出現後72時間程度持続する。 これ以上長い発熱が続く場合には、細菌による二次感染の疑いがある。下熱後も咳は強く残るが徐々に改善してくる。発疹は退職後、色素沈着を残すものの、5から6日ほどで皮がむけるように取れるとも、報告されている。回復期2日目頃までは感染力が残っているため、日本では、学校保健安全法施行規則により、下熱後3日を経過するまでを、 出席停止の基準としている。マシンにかかったナイジェリアの児童。現在、マシンの流行はアフリカ大陸で多く発生している。発症者の約30%が合併症を併発し、約40%が入院を必要としている。発熱時に不適切に下熱剤などを投与した場合、細菌による二次感染の危険性が高まる。また、合併症は、 以下のように区分される。特異的治療法はなく、アセトアミノフェンやイブプルフェンなどの解熱剤、鎮外巨炭薬による対象療法、輸液や酸素投与などの指示療法を行う。細菌性の二次感染は少なからず見られ、中耳炎、肺炎など細菌性感染症を併発した場合には、抗菌薬の投与が行われる。免疫不活薬イノシンプラノベクスは、抗ウイルス作用を示す。 マシン患者に接触後72時間以内の免疫グロブリン製剤の投与がマシン発症を予防するか、あるいは症状を軽減させることが認められている。しかしながら血液製剤であるため、適応は原則としてワクチン未接種の乳幼児や免疫不全患者などハイリスク患者に限られる。ビタミン A の投与が症状の悪化を防ぎうるとの報告があったが、 発展途上国のような低栄養状態の感じのみに有効であるとの指摘もある。1950年代の最大では9000人ほどの死者が出た年もあったが、1978年に予防接種が定期化される前の1970年代には死亡者数は年間1000人を下回り著しく減少してきており、先進国における栄養状態の改善、 対象療法の発達によって死亡率は0.1から0.2%で先進国でも1000人に1人が死亡する。古来ほとんどの人が一生に一度はかかる重症の伝染病として知られ、かつては命定めと呼ばれて恐れられたため、全国各地にマシンに関する民間信仰が伝わっている。従来は二度なし病と言われ、7歳頃までに マシンや他の感染症にかかり大人になるために通過儀礼だとみなされ、アシカのようなものと呼ばれてきた。一度かかったら免疫を獲得するとされていたが、ワクチンの普及によってマシンの流行規模が小さくなり解明されてきたことは、抗体のできている状態で症状は出ないが感染しているという状態によって、症状は出ないが再び抗体価が上昇するブースター効果によって、 長きにわたって高い抗体化を維持していたことが考えられる。マシンが二度かかる病へと変わってきたということでもある。2007年に日本の高等学校や大学でのマシンが大きく流行した際、ワクチンを打たなかった人も、打った人も感染していることを解明し、中高生のワクチン接種といった対策を実施した。例祭事が母体から移行した抗体の消失も従来より早まっており、 移行交代の保有率は例歳月例のより早い段階で少なくなっている。マシンはワクチンで予防可能な感染症で予防接種が唯一の予防法である。幼児期に行われる集団予防接種でまた大人になってもマシンワクチンの接種を受けたことのない人も2回ワクチン接種を受けることで確実に予防できる。予防接種は 一回でも受けた人々の95%以上がマシンウイルスに対する免疫を獲得することができる。そして二回目の接種を受けると一回の接種で免疫がつかなかった人の多くにも免疫がつく。またワクチン接種を行っていても十分な抗体化を得られない場合もある。このような場合は典型的なマシンの経過を取らず、主治の症状が軽度であったり、 経過がが短かったりすることが多い日本でのマシンワクチン接種について日本国政府の方針は時代によって右翼曲折していた。厚生省の方針でマシンワクチンがほとんど接種されなかった時代がありその後にワクチン接種が再開された経緯がある。特に2018年時点で26歳以上の人々でワクチン接種を受けた人は 約半数なのに対し三十七歳以上の世代ではわずか二十パーセントほどでありさらに上の世代ではわずか十パーセントほどの人しか予防接種を受けていない二千十八年時点で三十八歳から四十歳あたり以上の比較的年齢の高い世代はマシンに対する免疫がない可能性が高くなっており予防接種の検討をした方が良いと二千十八年四月に マシンの流行を受けて NHK のテレビニュースなどで解説された。ただし、マシンのワクチン接種は自由診療で、単価ワクチンは比較的高額である。このため、風疹を含めて予防接種を助成する地方自治体が現れている。2020年4月25日、国際連合児童基金は新型コロナウイルス感染症により、 予防接種が一部の国家で中断されており、大流行を起こす可能性があると警告した。世界保健機関は、集団免疫には95%を推奨しているが、世界平均で1回目は86%にとどまっている。日本は1回目を受けなかった子供は、推定で世界で5番目に多い約39万人。マシンゼラ賃流資料集法により、 血中のマシン抗体化を測定することで、マシンに対する免疫の有無を調査することが可能である。ワクチン接種後の抗体化の低下を防ぐため、全世界113カ国では、年長幼児学動期に2回目のワクチン接種を行い、抗体化の再上昇を図っている。アメリカでは1970年代後期より、マシンワクチンの徹底した導入により2000年にマシンが排除され、 2002年以降の患者数は100人未満となり、その多くは輸入感染症例となり、メディカルスクールの学生の実地教育にもことかくほどに患者が減少したと言われている。2019年にアメリカ合衆国カリフォルニア大学ロサンゼルス校の学生内からマシン患者が発生した例では、学校側が学生と接触した可能性がある500人以上に、 マシンに関する警告通知を出し、うち予防接種を受けているか確認できない学生や、教職員約130人に対して自宅待機命令を出している。マシンのワクチンの接種状況マシンの、障害調整命年齢データ10、10から25、25から50,50 50から75、75から100、100から250、250から、 500、500から750,750 750から1000、0 0 0から1500、1500から2000、2000MR ワクチン、MMR ワクチンを含む。ふう、ユニセフにおいて、日本を含む西太平洋地域でのマシン排除の目標時期を2012年に設定されたことを受け、日本のマシン流行を2012年までに排除することとなった。マシン排除とはなどであり、これを達成するために、 国内体制を整備した。2016年9月27日、世界保健機関事務局長、マーガレットちゃんは、アメリカ大陸におけるマシンのエンデミック伝染の根絶を宣言した。数十年にわたる予防接種運動が走行した形であり、マシンウイルスが同地域内に広まっている状態ではなくなったことを意味する。しかしウイルスが世界から持ち込まれた場合、 限定的に感染が広がることはあり得る。また、マシンウイルスを排除し続けるためには、予防接種を引き続き徹底して実施しなければならない。紀元前3000年頃の中近東地域が最初の流行地であったと考えられている。日本では、平安時代以後たびたび文献に登場する薬病の一つ、赤もがさは今日のマシンに該当するというのが通説である。 江戸時代には13回の大流行が記録されており、1862年の流行では江戸だけで約24万人の死者が記録されている。古くから、ハシカのようなものと表現され、一生に一度だけ感染するという意味で、成長期の通過儀礼と捉えられた。日本では2007年以前は、マシン発生数の正確な統計が行われていなかったが、 2001年の流行を契機に開始された1歳の誕生日にワクチンをや、2006年度よりの第2期接種の開始、2008年度よりの第3期、第4期接種の開始により、2008年の報告数は1万1005件、2009年の報告数は702件と大幅に減少した。ウイルスの遺伝子検査によれば、 日本古来の土着ウイルスによる発症例は2010年5月が最後となり、以後、海外から持ち込まれた方による発症例のみとなった。厚生労働省は2013年9月に排除状態と宣言。2015年に世界保健機関による排除認定を得た。マシンは子供の病気であると誤解されていることがあるが、2008年現在、 報告のうち4歳以下の症例は15%にも満たず10代から20代の患者が多数を占めている。2009年は報告のうち4歳以下の症例が40%を占めており多数となった。ただしマシンによる死者は日本でも減少しており2000年以降は年間20人以下である。流行しているウイルスの方は数年ごとに変化している。 国立感染症研究所によると2008年までは、いわゆる土着株の遺伝子型 D5 型が流行していたが、2009年からは、日本国外由来の D9 型や D8 型が検出された。2011年以降は D4 型、D9 型、D8 型、G3 型が検出され、D5 型は検出されず、流行株の推移は、日本国外の流行地である、ヨーロッパ、 東南アジアを反映している。2014年以降は B3 型が最も多く、ついで t 9型、D8 型が検出されている。日本国内で2012年に生じたマシンの小規模な集団感染を解析した研究者によれば、発症した子供の多くの保護者は、片親、外国籍を有し日本語の案内を読めないなどの社会的弱者であり、 またワクチン接種歴がない場合が多かったとしている。また、第1期接種の対象は1歳児とされているため、定期接種の対象から外れている0歳児をどのように守るのかが課題となると問題提起している。2001年患者報告数が定点あたり11.20人という大流行があり、これを契機に予防接種率の向上や一歳の 誕生日に予防接種を行うキャンペーンが展開された。2006年春に、茨城県と千葉県での地域流行が起こり、茨城県は96例、千葉県は定点報告数で90例2007年南関東を中心とした地域流行が発生し、各地に飛び火した。10歳から29歳の世代という、比較的高年齢に発生が集中したことが特徴である。 東京都での成人マシンの流行により、2007年7月27日現在で、高等学校3校、高等専門学校4校、短期大学8校、大学83校が臨時休校し、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学で1657人の患者が発生した。この対策のため、流行の中心地である東京都では、 都立学校の生徒、児童のうちのワクチン未接種かつ未利患者への優勝での予防接種の実施、都内市区町村立学校の児童、生徒に対する市区町村が行う措置の支援、市立学校の児童、生徒に対しても同等の支援を行うこととした。東京都の対策とは別に、東京都の市区においても緊急の予防接種が実施された。マシン、成人マシンの流行により、 マシンワクチン MR ワクチンの需要が急増し、定期接種ワクチンが前年より MR ワクチンに移行された影響も重なり、全国的にワクチン在庫が不足する事態が生じた。マシンワクチン MR ワクチンは1歳から2歳未満、小学校就学前の1年間を定期接種により優先され、それ以外の世代では緊急接種を除き、ワクチン接種の前に、 抗体検査を行うことが推奨されたが、それにより一時的に検査試薬が不足する事態を招いた。10歳から29歳のマシン、成人マシンが多く見られた原因として、定期接種世代の時点で使用されていた MMR ワクチンの副反応の影響による、接種率の低迷、マシン発生の減少により、ブースター効果が期待できなくなったことで、抗体価が低下し、 就職マシンが発生したことなどが考えられる。2008年神奈川県、北海道、東京都、千葉県、福岡県で地域的流行が発生した。全体の35%を占める神奈川県での流行は横浜市、横須賀市が中心であり、横浜市ではこの事態を受けて2008年3月21日より2009年3月20日の1年間の次元措置として 定期予防接種対象者を除く1歳高校3年生に相当する年齢でマシン予防接種を一度も受けておらずマシンに罹患していない方を対象にした死費負担による予防接種を実施している。同様に横須賀市では2008年2月1日より3月31日の2ヶ月間の次元措置として2歳から高校3年生でマシン予防接種を未接種。 かつマシンミリカンの人に定期外予防接種を実施した。2012年岡山県みまさか保健所管内で2012年1から2月にかけ5例の患者が発生し、患者全員から D 級型マシンウイルスが検出された。5例目の患者は、語る期に200名を超える接触者があり、感染拡大が懸念されたが、接触者調査と感染拡大防止に取り組み、 3月22日に収束宣言を行った。感染拡大を防止するため、高齢目感染者の2月13日から17日までの行動調査及び接触者調査が実施され、勤務先、立ち寄り先での接触者は254人であった。接触後3日以内のワクチン接種が必要とされていることから、2月17日に感染者の発生報道が、 報道機関よりなされ、2月18日からは、臨時のワクチン接種外来を設置し、46人に緊急のワクチン接種を実施した。さらに、2月20日には、ワクチン未接種者26人を対象として、保健所で21人に BA 法の体検査を実施した。また、抗体検査の結果、抗体下64以下の人に対し、医療機関への受診を鑑賞しワクチン接種。 または、ガンマグロブリン投与を行い経過観察がされた。その後、感染を疑われる数例があったが、新たな感染者は報告されなかった。イギリスのウェールズでは、1219名が感染。この流行の原因は、1998年に、イギリス人医師アンドリュー・ウェイクフィールドによる MMR ワクチンが自閉症を引き起こす恐れがあると、示唆すると、ランセットで、 論文発表の結果、ワクチン接種率が低下したことによる。2014年日本では、2014年に2006年以降、最大の患者数が報告された2008年を上回るペースで患者の報告がされている。ただし流行の規模は小さく数十人単位の小規模な流行であるが、海外渡航経験のない患者が増加しており2時、3時、感染感染が起きている。 2015年2015年3月27日、世界保健機関は日本をマシンの排除状態にあると認定した。排除状態は日本に土着するウイルスによる感染が3年間確認されない場合に認定される。2016年8月、インドネシアのバリ島で感染し帰国した兵庫県在住の男性が大阪府の関西国際空港を利用した際に、 空港職員や医師に感染が広がった。またこの男性は8月14日に千葉県千葉市の幕張メッセで開催されたジャスティン・ビーバーのコンサートを鑑賞しており千葉県内でも感染が広がった。遺伝子検査の結果、h g 1型と診断された後例は遺伝子配列も一致もしくは一致している可能性が高いという結果が得られそのうち4例は7月31日に 関西国際空港を利用していた。一方、千葉県を中心に D8 型が15例、検出されている。2013から2015年、WPR において優位に検出された、マシンウイルスの遺伝子型及び地理的分布は H、H1、B3、及び D8 と D9 であった。2018年4月に、中華民国から、 沖縄県への台湾人旅行者が感染源となり、沖縄県内で各地からの旅行者と接触した人に感染が広がり、5月11日時点で119人の感染者が確認されている。沖縄本島で流行したマシンは遺伝子型 D8 マシンウイルス遺伝子で、他地域でも同型が検出された。アメリカ合衆国アメリカ合衆国では、一時、 国内でのマシンの根絶が宣言されたが、海外旅行者が国外からウイルスを持ち帰ったり、マシンの記憶が薄れたことによって保護者が予防接種を怠ったりなどの理由で、2011年から流行している。2011年は508例が報告されている。2010年以前の過去10年では年平均で約60例であり、2011年に入って数倍に膨れ上がっている。 アメリカ合衆国では2014年の感染症例数は27州で644件と過去最高を記録し12月よりカリフォルニア州で50名を超える患者が発生したことが報道されたアメリカ疾病予防管理センターの発表によればこの患者のうち42名はディズニーランドでの集団感染であったこれに対しカリフォルニア州の保健当局は ワクチン接種を受けていない高校生20名の自宅待機を命じた。この事態の背景には科学的に全否定されているが MMR ワクチンと自閉症に関係があるのではないかという根拠のない不安と予防接種の安全性を疑問視する保護者が子どもへの予防接種を避けるため幼児のワクチン接種率が低下していることが原因にある。2019年4月9日 ニューヨーク市保健局は公衆衛生上の緊急事態を宣言。フランスフランスでは2007年はほぼ根絶状態にあったが感染者は復活し2008年から2011年の間に2万人が罹患した。2017年の感染者数はイギリスイギリスでは1998年に新三種混合ワクチンへの抵抗が強かったウェールズ南西部などで 2012年からマシンが流行し始め、1200人以上の感染者を出した。イタリアイタリアでは2000年代から2010年代にかけて MMR ワクチンの接種と自閉症の発症に関連性があるとの噂が流れ、ワクチンへの信頼性が低下。予防接種を受ける子供の数が減ったため、マシン患者が3倍以上となった。これを受け2017年より予防接種が義務化されている。 しかし、イタリアの政党、五つ星運動など、反ワクチンの主張をする政党も存在し、その勢いは強い。五つ星運動は、2018年3月の選挙において勝利しており、この時には、ワクチンの強制接種は、自殺行為と、ワクチン接種の義務化に反対する公約を掲げている。2018年8月には、予防接種の義務化は廃止された。 ベトナムベトナムはマシンの発生が多く、視覚障害者60万人のうち95%が薬や病気が原因でマシンが主な原因である。そのため日本はマシン抑制計画に対する無償資金協力をしている。サモア2019年11月、サモアではマシンが流行。4歳未満の子供48人を含む53人が死亡した。サモア政府は 政府職員らをワクチン接種キャンペーンに参加させるため同年12月5日から6日にかけて政府機関を閉鎖すると発表した2001年に沖縄県中部地区で千葉県結成研究所製ワクチン期接種者を千葉結成が検査した結果136検体中111検体にマシン交代が認められた同一の検体を 沖縄県中部地区医師会が別の検査機関に依頼したところ、141検体中19検体にマシン交代保有が認められた。沖縄本島での3歳児健康審査にて2866名の接種歴とマシン罹患状況を調査したところ、沖縄県中部地区のみワクチンの有効性が低いという結果が得られている。 2006年の茨城県内でのマシン発生での調査において患者の多くが千葉結成性ワクチン期接種者であったが、これについて茨城県龍ヶ崎保健所は免疫のつき方が弱かったか一度ついた免疫が次第に弱まってきた可能性が考えられるとしている。2008年の川崎市内のマシン発生において千葉結成性ワクチンを接種した世代にマシンが 特異的に発生した国立感染症研究所感染症情報センター厚生労働省ほかありがとうございます。